どうもこんにちは。キャンプでの料理ではオピネルナイフを使っています。一番最初に買ったのはですね、ステンレス仕様の8号。このオピネルナイフに専用のケースが欲しくなって、レザーケースというものを自作しました。寸法を測ってデザインを考えて出来上がったナイフケース。自作なので少々雑なところはあったんですが、この動画をですね公開したところ、欲しいという反応をですねたくさんいただきました。自作だったので販売するほど数が作れないということもあってですね、限定でプレゼント企画を行ったりして、何度か視聴者の方へプレゼントさせていただいたりもしました。そこから時間が経ってしまって、なかなかですね自作する時間が取れなくなったり、材料を買いに行ったりする時間がないということが多くなってしまいました。そんな時にですね、一押しストアさんからオリジナル商品を作りませんかというお話をいただきました。オリジナル商品と言われてですね、思い浮かんだのがこのナイフケースでした。ダメ元でこういうナイフケースを自作してたんだけど、製品として作れないでしょうかというお話をしたところですね、こういった革製品を作ってくれるところを探していただきまして、限定ではあるんですが販売することができるようになりました。自作していた時はですね、自分が8号を持っていたので8号のサイズで製作してたんですが、9号や10号を持っているという方も多かったために、サイズを計測し直して8号から10号までが入るサイズにリニューアルしています。このナイフケースなんですが、ちょっと豪華に感じる編み込み部分だったり、裏面に取り付けたキーリングだったり、このあたりのデザインにこだわって作ったので、量産品もですね同じくこだわっていただきました。自作の時は裏表でデザインが変わってしまうダブルステッチで編んでいたんですが、これはですね難しくてそれ以外やれなかったという事情がありました。この製品化に関してはですね、プロにお任せできるということで、裏表がなくてダブルステッチよりもさらに豪華なメキシカンバスケットウィーブというやり方で編み込んでいただきました。本来やりたかったことではあるんですが、自作では難しかった編み込みもできましたので、完成形のレザーケースに仕上がったと言えると思います。そしてこれはですね、オリジナルデザインなので、よそには売っていないナイフケースとなっています。気になる素材ですが、合皮ではなくてもちろん本革を使用しています。本体のサイズは長さが約17センチ、幅は約 4.5 センチとなってます。裏面にはキーリングがついてますので、このキーリングを起点にして、いろいろなものをつけてカスタマイズすることもできますし、カラビナなどを使ってですね、別のものと結んでおくこともできるので、使い勝手のいいナイフケースになってます。オピネルナイフは持ってるんだけど、ケースがないという方はたくさんいると思いますので、概要欄へこちらの製品のリンクを貼っておきます。一押しストアで販売中のかの力オリジナルナイフケース、この機会にですね、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。ということで今回はオピネルナイフケースの宣伝でした。それでは。